どうも斉藤でございますさす、えー、今日も雑談会なんですけれどもこれねほんと2点3点自分の中でもしている話を今日もまたするんですけどもこれに関する動画も23回もっと上げてるかもしれないんですけれどもただやっぱり自分の中でこう答えが出ないというのは、まあ、読書ノートをつけるべきか否かということに関してなんですけども。 あの別につけなくったって俺は動画でね、紹介するし、ね、えー、それがノート代わりになるしとか思ってたんですけども、読書ノートをつける理由ってそれだけじゃないですよね。この本をこの日に読んだっていうことを記録したいだけなら確かに動画でもいいし、それこそツイートでもいいと思うんですけど、まぁ、あ、X ね、えー、ポストですか、えー、でもいいと思うんですけれども、やっぱりほら、人間ってさ、あの、<laughs> 見える化した方がいいですよね例えば勉強した俺は例えば数学をこれだけ勉強したっつったって何も手元になければ不安になるけれども例えば数学のためにこれだけの、ね、ノートを使いましたっていうのを目の前にボンと見える化していれば達成感があるわけですよね。おーやったぞと で、えー、モチベーションにもなりますよね、一つのね、えー。これぐらい、えー、ちょっとね、うずらかく詰めるように頑張ろうとかね、えー、ノートをね、百冊、100冊は言い過ぎか、<laughs> 50冊数学にノートに費やしてみようっていう目標があれば、割とその目標に向けて頑張るというところがありますから、まあ、読書ノートっていうのもね、見える化しますよね、やっぱりこう、えー 何日間でこれを読んだんだ。ノートをつけていたらもうね、えー、何ページになったぞ、みたいなことってあると思うので、まあそういう意味で読書ノートをつけるべきか。内容に関してはね、やっぱり動画で撮るんで、別にそこはいいと思うんですけども。で、別にノートを撮るんで、それは。まあ、えー、これだけ読んだ。例えば1年間で何冊読んだのかなってぼんやり思った時に、 えー、簡単にね、えー、パラパラッとこうノートめくって「ああ何冊読んだんだ」みたいな「あこの夏のこの頃これ読んでたな」とかねまあそういう、うん、一種の日記的な役割も果たすかもしれませんし読書ノートなんかいらないよって思ってた時期もありますけどもまあつけてらっしゃる方のね話を聞くと、うん、そういうもう記録として、えー、残して後でね、えー、読み返した時になかなか楽しいですよとか。 やっぱりそのノートをつけるという一つのえーね、えー、なんていうんですかね、うん、記録をもうこう見える形として残すということをやっぱりやるっていうところでモチベーションが上が上りますよと、ねえー、例えば、ね、<laughs> 3か月で1冊しか読んでないなって言ったらやばいですけどもやっぱりこうね1か月で5冊ぐらい読めてる読めてるうわ嬉しいわー よしこれをどんどん積み重ねようってやっぱ人間って思うんで、うん、そういう意味でもノートをつけるべきかなというふうにぼんやり思っていますまあ、えー、前にねあの文庫で買いました読書ノート、えー、もうまあ正直途中から活用しなくなったんで、えー、まあちょっと活用してみようかなとか、うんまあ、別にどんな形でもいいです普通のノートでもいいんですけども まあ、読書ノートをつけるべきなのかなと今、ぼんやり考えているという感じです。皆さんね、つけてらっしゃる方も多いと思いますけれども。ん。やっぱいいところも、いい面もあると思うんでね。えー、こう、なかなかこう、大変なんですよ。この、動画のために読もうとか思うと、結構ね、尻込みしてしまうところがあるんで。 別に動画にしなくたって、うんね、楽しく読める読書っていうのは昔もそれこそしてたわけでそうしたいわけじゃないですかやっぱり楽しい読書がしたいなと。 思った時に、えー、じゃあなんかそれをでも形に残したいなと思ったらやっぱり読書ノートをつけていればね、えー、動画では紹介しなかったけどノートにはまとめなかったけども、読書ノートにはちゃんと記録として残ってますから、みたいなね、えーうん、作品もあっていいかなというふうに思うので、えーまあ、ちょっと読書ノートをつけようかなというふうに思っているという今日はお話でございました。どうもありがとうございました。